新庄監督、清宮にまさかのダメ出し。日本ハム新庄剛志監督が、試合を決定づけた清宮幸太郎内野手に注文をつけた。清宮は9回に3点差を逆転した直後の2アウト1塁、ソフトバンク岩井の136キロ、フォークを高々とすくい上げて、ライト席へ11号ツーラン。指揮官もウキウキでハイタッチを交わしていたが、あのクラゲポーズ？イカポーズ？あれをしないかずっと見てた。あれいらないんですよ。イカポーズと、清宮が両手を横に広げて上半身を左右に揺する、清宮ダンスに言及した。清宮に対して常に愛あるいじりを見せる新庄監督は、したら、ボスがいないとこでちょっとキュキュッと。もうかっこよくね。ホームラン打ってんだから、かっこよく振る舞ってほしいんすよねと話した。それやられたらあんたじゃなくて、清宮が記事の主役になっちゃうからね。変えた方がいいという話題作り。清宮っていつまでも子供っぽいところがあるよね。女子恋があるならこれもあり。なんか相手をおちょくってるように見える。ハッスルハッスルにしよう。あの変なポーズね。かっこ悪くて見てて嫌だった。それにしても、清宮くんの活躍半端ねえ、CS 怖い存在に。ひょっとしたらすると、ひょっとするぞ。確かに、避けてる感は否めない。けどあそこでのホームランは痺れる。本当にいいチームになったなぁと。感慨深い。清宮が、かっこつけてもなあれでいいんじゃないかなぁ。清宮は、清宮のやりたいようにやればいいのです。自分らしくいてください。あれは、相手をおちょくる意味でも効果絶大なんですよ。私が以前これについて言及したけど、誰も共感しなかった。今回は違うみたい。活躍しているなら、どんなポーズでも OK です。あの謎の怪しい動きはかっこよくない。新庄監督も思ってたのか。栗山さんはうまく操れなかったけど、新庄さんは飴と鞭で緩まないように使ってるな。中心選手の自覚を持てということだろうね。つまり、監督に認められてるってこと。それは共感します。